開催初日のボートレース琵琶湖、今日のレースコンディションは朝から弱い追い風が吹いています。今は北ないし北東の追い風が 1,2 メーター程度、波高は 1,2 センチ、上空は雲が広がっております。対戦カードは第2レース予選競争、6艇バック側定番順に並んで、どうやらここも枠なり。対戦メンバー1号艇地元志賀川島啓治、2号艇愛知岩永雅人、3号艇大阪新出浩二、4号艇福井中村英治、5号艇福岡青木幸太郎、6号艇東京浜野谷健吾です。インコースに1号艇の地元川島、来季は永久復帰です、人気の中心。2コースに2号艇の岩永、当地は高愛称で前回優秀エンジンをゲットしました、人気は対抗。3コース角受け3号艇の新出、琵琶湖は前回予選突破。4コース角4号艇の中村、当地はデビュー初勝利水面です。5コースに入って5号艇の青木、6コース6号艇の浜野谷、明日のドリーム戦メンバーで人気は対抗、進入スタイルは3対3の枠なり。スタートまもなく10秒前、第2レース予選競争インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。2コースが若干へこんで他の5艇がほぼ揃ったスタートを切りました。1周1マーク、1号艇川島まずはインから逃げる、引いて切り込んで2号艇3号艇が任せし、後方から5番4番6番追走、バックス設定に入って、さあ先頭はインから押し切ったが、1号艇川島、3号艇が迫ってくる、芯で1号艇3号艇定冠差は一定審査、1号艇川島先頭、3番争いは4号艇5号艇6号艇2号艇です。1周2マークの攻防、スタートは正常でした。先頭1号艇川島トップ旋回、3号艇新根が切り込んでくるも2番手、3番手は外から6番の浜内健吾、3番手優勢か、内から5号艇4号艇2号艇接近、4艇が並んでおります。3番手争いは大外から6番の浜内、一定審先行する、上位の3人が1番3番6番で、レースは2周目1マーク、3番手争い5号艇6号艇が競り合った、内を切り込んで2号艇4号艇浜内が膨らんでいって、内から今度は3番手は4号艇2号艇、内を捉えた4号艇中村英治が3番手優勢か、いやまだ3番手争いは4艇が並んで、インコースから4番2番5番6番、さあ混戦模様、レースは2周目にマーク、先頭1号艇川島啓治、2番手は3号艇新出浩二、3番手争いはどうだ、ここで外から2号艇の岩永単独の3番手か、いや内から6号艇の浜内健吾、2号艇6号艇定冠差は一定審査、さあ6号艇の浜内健吾最逆転があるか、3番手争いは続行中、レースは最終周回1マーク、前を絞って2号艇の岩中が先に行く、引いて切り込んで6号艇の浜内健吾、バック施設入って単独の3番手は2号艇岩中雅人、定冠リードは3艇身、上位の3人がここで1号艇3号艇2号艇、後方は6番5番4番が追走、最終ターンマークの旋回、先頭1号艇川島インから速攻撃、2番手は3号艇新で、3番手争いを競り勝った2号艇の岩中が単独の3番で浜内接近ですが、1、3、2は変わらずで間もなくゴール、先頭1番の川島五輪、2番手は3番新で、3番手2番の岩永、6番5番最後方4番がゴールインです。以上第2レース予選競争でした。